はい、今日、3本目です動画、はい、どうもね、エクシブコーポレーションさんにお邪魔しております。いや、私のね、ホンダイ査定しに来たら、なんと430万円のプレミアム価格がついてたということで、いや、なんとね、現金で買い取ってもらえるということですよね。まあ、その430万円を元に、いろんなベンツを乗りました。激安ベンツの45万円。いや、えらい安ないこれ。大丈夫っていう感じのベンツと、CLA の、シューティングブレイクですね。こちら限定、国内限定80台ということで、そちらも試乗させてもらいました。いや、一体どれ買うのっていう感じなんですが、今日はなんとマセラティですよね。こんなの430万で買えるのかっていう話なんですが、なんとね、びっくりお値段なわけなんですよね。あ、私ね、こういった車の試乗動画よく出しておりますので、もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。では本編へどうぞ。次なんとこちら、これマセラティじゃないですか。これそうです。今日ちょっと試乗させていただける。そうですね、タケさんにはやっぱりこのクラスがぴったりかなと。ちなみに、これおいくらでしたっけ。488万。買えそう。マジか、これ488万。私のホンダイ430万で、買い取っていただけるということで、ちょっと追い金したらこれがマジで買えちゃうの。やばい、これ買えちゃうの。これいや買えちゃうんですよ。これ、あ、しかも4ドアやんこれ。4ドアなんや。そうです、クワトロフォルテっていうのは4ドアの意味ですね。イタリア語でクワトロが4でフォルテがドアって意味です。あ、そういう意味なんね。はい。あ、すごいでかい。でかいです。これはちょっと持て余すぞ。マフラーもすごい。これ新車めっちゃ高いんちゃうん。これ新車が1500ぐらいですね。1500。はい、しかもまだ2万7000キロです。2万7000キロなの。はい。マジで。ちょっと中見せてもらって。本当にいい。はい、では。うわ、すごい。お邪魔しますと。うわははは、なんじゃこれ、すげえ。やった、鳴り上がったぞ俺。これ買えんの俺。だってホンダ E 打ったらこれ買えるぞ。すごい。わあ、しかもなんか、はい、先進的。そうです、まだまだ古くないですよ。なんかほら、こういうなんかよくわからない液晶の、これ何やろ。これエンジンかけていただいたら。エンジンよかった。エンジン、はい、これですね。おお。びっくりした。今ちょっと前に進んだか思った。ドライブ入ってないやんな。入ってないです。マジか、今のびっくりした。なんじゃこれ。ずっとこんな感じ。そうです。すごいな。いや、ビビったマジで。はい。いや、これブレーキ外してもいいかな。外したらぶっ飛んでいかへんやろな、これ。大丈夫ですか。なんかそれぐらいすごい。はい。フロントエンジン。フロントエンジンで、後ろのマフラーが爆音やん今。フェラーリサウンドですね。フェラーリサウンドやないか。あ、これがかの有名な時計やな。そうです、アーモンド型の。ねえ、マセラティといえば。そうですね。いや、今それよりこの爆音に驚いてる。ちょっと表出ていいですか。はい。うわー、すごい。なかなかの爆音。これエンジン見れたりするんですか。エンジン、はい、はい、はい。ちょっとせっかくなんでエンジンルーム見させていただきます。いや、びっくりしたわ。でもエンジンかけた時、V6 かっけー。これがフェラーリが作ってる。そうです、一応あの3リッターのエンジンでフェラーリの工場で作ってます。すごいね、こんなところにもエンブレムが。ここにもあります。ほんまや、刻印がところどころありますね。いや、すごい。
え、これは FR なんやろ。 FR です。四駆じゃないやね。そうです。あ、いや、めっちゃ走りそうこれこれはちょっとえぐいな。410馬力あります。410馬力、はい、あり余るパワー。まあ買う人がおるから売ってるんですよね。はい、そうですね。あのクワトボルテ実は初めての入庫なんですよ。あ、そうなんですか。はい、僕の好みで入れました。へー、そんなん好みで入れちゃっていいのこれ。いやー、いいと思います。まあマセラティはね、ギブリとかは何台もお売りしてるんですけど、はいはい、あー、そっかそっか、ギブリの方が安いもんね。そうです。で、あの、まあ、うちはもちろんベンツ専門店なんですけど、 S クラスもそろそろねモデルチェンジであったりとか、あと被っちゃうっていう方もいらっしゃるので、じゃあクワトロフォルテどうですかみたいな形でご提案できるかなと思います。すごい、じゃあこんなんマジで、これちょっと怖いな、これ試乗すんの。大丈夫です。いいですか。じゃあ車です。じゃあちょっと出していただいて、すいません、はい、うわすごい。あ、なんじゃこれ。おお、あ、なんやろ、そんなにスリップすることもなく。そうです、難しい車じゃないです。あれ、逆に今なんか踏んでも進まんと思った。あれ、そう、っていうかこのパドルシフトがひんやりしてでかい。ちゃんと金属の。ひんやりでかいぞこれ。ひんやりでかいです。あ、でもこれ嫌な爆音じゃないね。そうです、程よく。うん、マセラっていうイタリアやね、確か。イタリアです。イタリアの、はい、イタリア人こんなん乗ってんのか。はい、マフィアぐらいしか乗ってないんじゃんこれ。そうですね、マフィア仕様です。マフィア仕様やな。黒の方がね、こっちはもう貴族が、うん、王室が乗る車。確かに、なんかロイヤルが、ね、乗られる車。なんか上品な感じがする。そうですね、こっちはロイヤル向きです。ちょっと待って、今日は本気で考えるシリーズやから。この先事故多発地点です。ご注意ください。おお、なんかこいつ寄ってきたぞ。なんやろ、やっぱちょっと車幅がでかいな。そうですね、幅194センチ。194あるのか、はい、やっぱでかいわ。なんかそうか、周りの車が寄ってきてるんじゃないわ。この車がでかいんや。そうですね。左、今センター走れてるよな。そうですね、全然いい位置ですよ、うん、ベストポジションですよ。え、これでスポーツ、これ、はい、スポーツをしてちょっと踏んでみてください。おーおーおおこういうスピンするぐらいの。今のはちょっと押したな。おお、静か。あれ、意外と車内は静かです。え、これじゃあ爆音鳴ってんの外。一応外を開けるといい音は鳴る。そんなやかましくはないですけど。あ、救急車来たけど。救急車来た。救急車来たから、ちょっと左に寄りますね。はい、救急車が来た。進路を戻ってください。はい、救急車どうぞ。チャリンコ大丈夫ね。大丈夫。よしよし。あ、ハンドルは思ってたより軽いぞ。よかった。こんなマセラティ初めてやわ。どうですか。まだ緊張感しかない。でもでかいけど乗れんことないぞ。あと周りが気使ってくれますよね、このサイズ。そうやな。ほんで意外とこの左足が狭いかもしれん。あ、置き位置がこうなってる感じ。左ハンドル向けにやっぱ作ってる。あ、そうか、そっちの方が広いんじゃん。おそらくそうかもしれないですね。あ、なるほど。組みやすさ的にはそうかもしれないですね。そういうことか。それがちょっと気になったぐらいかな。込み込みでいくらぐらい。込み込み500万でいきましょうか、たくさんの。マジで見ていただいた方は。はい、そうなん。はい、そう、この車そんな壊れることが意外に少ないので、うん、でもなんかイタリア車って怖いっていうイメージがあるけど。そうですね、ただこの新世代のクワトロポルテやギブリになってからはまだバッテリー上がりぐらいですかね、うん、ちょっと心配なのはセキュリティで、なんか2週間ぐらいでバッテリー上がっちゃうんで。あ、そうなんや。そうなったら大変ですけど、それ以外はそんなにそこまで気を使う車ではないですね。へえ。しっかりオイル交換をしていただいたら。まあオイル交換ぐらいはね。でもそういうメンテナンスとかは一応できますね。こちらで、はい、エクシブさんね。はい、マセのテスターもありますね。すごい。オイル交換もね、ディーラーさんでやると高いので、うん、全然うちでもやりますんで。
まあ、だって500万やったら、はい、新車のベンツより安いよ。そうですね、さっきのベンツとかよりね。でまだ一応これ現行なんで、あ、一応もうデビューして8年目に入るんですけど、はい、なんかまあマイナーチェンジはしましたけど、うんうん、大きなフルモデルチェンジはまだしてないので、うーん、すごくいいかなと思います。そうだね、この辺の車はなんかベンツとか BM はモデルチェンジしたらなんか溢れなったなっていう感じするけど、はい、この辺のクラスになるとちょっともうわけがわからへんから、あまり見ないですから、ね、そうそう、ちょっと別に1個前でも全然ありだな、うん、すごい。このなんか変わっ、これなんかちょっと紺色、紺色ですして、ちょ、そうです、ツートンの、すごい黒じゃないんやこれ。そうです、それがまた今気がついた。僕が青内装ね好きなんで、滝さんのポルシェの時もそうですけど、まあ、青の内装が好きなので。おしゃれ、やっぱイタリア車っておしゃれやな。しゃれてますね。こんな色ないよ他の、はい、この使い分けがいいですよね。ね、左、はい。まあでもポルシェとか、はい、資産価値あるけど、はい、この辺どうなん実際。まあ、マセラティはあの新車から考えたら結構やっぱり、うん、やっぱりそこはベンツと変わらないところあるんですけど、やっぱり数が少ないので中古で買う分には、うん、うん、あの大きな値落ちっていうのはないので。そうだね、まあベンツの S もいいけども、このマセラティが500万で買えるんやったら。そうです、しかもちょっとその壊れるのがちょっと心配やなと思ってたんですけど、意外とメンテもちゃんと見てくれるっていうことなんで。そうです、へ、ね、っていう感じやな。まあデメリットはもうこのカスタムパーツがやっぱ少ないとか、うん、それぐらいですかね、うん、あとはまあ部品は確かに高いです、はいはい、なんかあった時の。これじゃあイメージでどんな人に乗ってほしい？そうですね、まああのマフィアでもいいですし。マフィア。でも奥様が乗られるっていうのもすごくいいかなと。本当に兵庫県の神戸市とかで、そうね、奥様がもう乗られてるイメージしかないので。芦屋の、はい、マダム、お姉様とかマダムが、はい、であったり。でも全然30代40代の方でもいいですし、逆に20代でこう乗られる方も全然ありかな。20代後半でちょっと成功 してる、はいはい、方でも、なるほど、あえてこれを選ぶで、まあ、マセラティってギブリが飛ぶようには売れてるんですけど、うんうん、あギブリね、安いもんね、あっちの方が、はい、安いけど高いけど同じぐらいの値段なんですよね、逆に言うと、うんうん、あれ何がちゃうのっていうぐらい一緒やね、見た目が。見た目顔は結構似てますけど、うん、やっぱりこっちの方がやっぱ内装豪華でちょっと広いので、うんうん、あのまあ、駐車場問題ですね。ギブリは5メーターギリギリ切ってるので車庫証明取りやすいですけど、ね、これ車庫証明取るのがやっぱり大変なんで、うん、まあ、そこさえクリアできる方であればあえてこっちを選んだ方がいいかな。ギブリだと被っちゃうので、うん、内装も違うもんね、こっちの方がなんか。そうです、より豪華になってます。このウッドとかがないので。まあこのウッド何これ。そうです、これもこれツヤツヤやんこれ。ツヤツヤです、これだけでも高そうですもんね。高そうやな。なんちゃらウッド、ローズウッド、これ私なんやろ。なんちゃらウッド、僕の動画の方で見ていただければ書いてます。そうだ、はい、じゃあチェックよろしくお願いします。はい、うーん、すごいな、7000とか回したいな。うわーみたいな、わーっていうやろな、これ。あとオプションでマフラーの可変を切り替えるやつ、うん、リモコンで、そ, んなもあるやん。それもつけていきます。それが大体、10万円ぐらいしますけど、うん、それでリモコンをつけたらもう元から爆音にできます。爆音爆音を奥様、はい、結構人気のオプションなんで、うん、あでも青がかっこいいかもしれん。こう光るといいですよね、うん、ちょっとあの日が当たってない影のところで見たらすごいまた色が変わり、うん、なんか深い感じでかっこいい。はい、というわけで、はい、3台乗ってまいりました、はい、今日は、はい、あのホンダ E がなんと査定が430万で買い取っていただけると、はい、いうことで、まあ、あのどれを買おうかなと今悩んでおります。3台とも行っていただくのが一番、はい、マジで3台は買われへんな。まあでもマジでこれが買えるってことやもんね。これは買えます。買えるわ、あとちょっと追い切りにしたら買えるわ。そうですね、でもな車庫がな立体駐車場なんで入らないですよね横はね。これはちょっとさすがに私は
サイズが、はい、車庫問題が解決できる方には絶対。そうやね、車庫問題が多分これ買う方ついて回ると思いますので、はい、その辺どうぞよろしくお願いいたします、はい、詳しくは下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてチェックしてくださいね。はい、はい、というわけで今日はマセラティに乗ってみたでした、はい、じゃあね、もう